最近ちょっと、うん、まあ、そういうことやなってこう思い始めた、分かってきた、俺もようやくことがあって、俺らぐらいの年齢になってくるとさ、うん、あのみんなこうある程度結婚していったりとか、うん、その女性の選び方がちょっとずつ変わってくるやんか。女性の選び方、そう、あの自分の好意とか、そう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 、彼女とか、彼女とか、奥さんとかの選び方がちょっとずつやっぱこう間違いになってきて、うん、家柄とか、違う違う、なんかただ昔は違うのかもしれんけど、うん、ただ顔が可愛いとか、まあね、そのスタイルがいいとかで、まあね、結構こう人がわーっと群がってたのが、まあね、ある程度年齢を重ねて、顔とかだけではそんなにファーっといかへんくなるやんか、まあね、でファーっていかへんくなってくると、この話はなんかめっちゃ面白そうやわ、やっとついにもうできた、うん、こうやってなってくると、うん、来る年齢になってくると、うん、反対に出てくるのが顔の綺麗な人はおもんないみたいなのが出てくるやん、うん、でも 言う人おるやん時々、まあ、顔がすぐ飽きるとか、そうそう、顔が綺麗なだけでおもんないあいつみたいな、で結局顔可愛いやつなんかおもんないやつ多いからなみたいなことを結構言う人が言い張ってて、言い張っててって変な日本語やな、まあ、言い張ってでなんかこう、ああそういうものの見方をするんやなって何かの時にふとすごい思ったん、あいつも顔かわいいけど思んないやろ、こいつも顔かわいいけど思んないやろ、この人も顔かわいいけど思んないやみたいなことを誰かが言ってんのを俺がたまたま多分聞いて、なんかあーってなんかすごい衝撃を受けて、あもうまさにその通りやったよ、確かにと思ったよ、いやそれ知らん人やったから、あそういうこうなんていうの見方が俺にはなかったから、顔がかわいいと思んないってこと、そこをつなげるっていう考え方がそもそもなかったからなんかすごいびっくりして、なんかようわからんけどうわーみたいになって、狂犬って面白いよめっちゃほんでこれはあかんわ思って、ちょっとこうどういうことなんやろうと思って、俺それからしばらく顔が可愛い人ってどういう人な、どういうことなんやろうってめっちゃ考えてて、それ深いやんか、うん、ほんなら俺顔が可愛い人が思んないのは、半分は顔が可愛いから、うん、その食感を磨く必要がなかったっていう、うん、まあよくある話があると思うんだけど、それはまあ一般的に言われてるわね、じゃなくて俺顔が可愛い人はある種可哀想なんやっていう結論出したんですよ。差別的発言を今からバシバシ繰り広げていくわけやな。そう、ちょっと待ってその面白いっていうのはつまり男性が一緒におって面白いってことやね。楽しい、そうそうそう、デートしてて楽しいとか、だから笑いじゃない、笑いじゃない、違う違う違う、だから魅力的か、内面の魅力が顔が可愛い女の子にはないことが多いってその人が言ってたから、でその1個目の理由としてはよく言われている、チヤホヤされるから自ら磨く必要がなかったから、まあよく言われる、そうでかつ、ああそうそう、可愛い人は かわいそうやと、そうでそれは1個目の反転なんやけど、うん、顔が可愛いから、うん、いろんなところで、うん、こう余計な視線をいっぱい集めてしまうやん、小学校に行けば顔が可愛い誰々じゃないし、うん、まあ、もっとしたら幼稚園とかでもあるやろし、もっといや親戚とかでもあるやんか、下手したら兄弟でも、妹めっちゃ可愛いけど、うん、お姉ちゃんめっちゃブサイクとか、うん、まあ、逆とか、そういうのがあるやん、うん、ほなそうすると兄弟の中でも顔が可愛い何々ちゃんになるし、うん、下手すりゃ親からも可愛い何々ちゃんになるやんか、うん、で延々こう可愛いっていう、うん、こう視線ばっかり、ね、集めてる、 いろんなその、うん、おじちゃんおばちゃん、うん、お父さんお母さん集め続けるやん、うん、でずっと過ごしていくと、うん、どっかのタイミングでそれを疎まれる時期が来るやん、うん、そうやな、顔可愛さを、うん、嫉妬やっかみ、そうそうそう、デイビッドやっかむ、やっかむだからやっかむになってからは、あ、やっかまれんむになってからはかっこその消していかなあかんっていう作業が必要になるやんか、その女性社会で生きていくのに、そうやね、いじめられたりするもんね、そう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 、上靴に、上靴、あ、そうそうそう、上靴、下、上靴って言うて、上履き、上履きに画鋲、そうそう、あんま可愛い女の子はね、どうしてもね、で、うん、普通にほんなに可愛くない女の子がアミアンと喋っててもなんか何も言われへんのに、うん、可愛い子がアミアンと喋ってたら、うん、アミアンのこと好きな B ちゃんは、うん、あの子可愛いからってアミアンと喋ってみたいなこと言われて、うん、なるやん、うん、からいろんなものを削ぎ落としていかなあかんから、結局顔以外の要素を、うん、なるほど。そう、つけれへんかった。なるほど。私、顔は、可愛いのはもう、これはそぎ落とされへんけど、面白くないわよ、と。
勉強もできないわよ、運動もできないわよ、だから嫉妬しないでねっていうアピールをせなあかんかったってことや。だ、出したらあかんっていうか、その、だから自分精子をお腹にそれは別にそういう感じで、クンデリングス違う、それは出してもいい、別にそれは2人の時にやったら出してもいいよ多分あれ、そういうことじゃないの。じゃあ、そまあでもそういうアピールポイントを消していかなあかんかってことじゃない、み自ら。そう、アピールポイントをあの隠さなあかんかった。そう、出したらあかんから、うんうんうん、そのなんていうの、発信していかへんものなんて深まっていかへんやんか、うん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 、だからその機会をどん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 奪われたってこと、自らなくしていったぐらいの。そう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 、そうやって、ね、あの平穏に生きようとする、うん、したら結局そうならざるを得なくて、うん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 、そうすると20代中盤か後半ぐらいで急に、うんうん、まああの20代なのか30代なのか知らんけど、どっかのタイミングでその顔の綺麗さだけで世の中は価値としてくれへんくなる時があるやん、女性。あ、それが最初の話とつながったやん。そうそうそう、ほんでバーンっていきなりなんか30ぐらいになって、男もそこそこいろんなものの見方するようになってきたら、顔が綺麗なだけで思うんだよって言われて、かわいそすぎるなと思って。ほんまやん。 それでか、結構かわいいけどなんか結婚できてない女の子がいるのはってなるやんか。でもしょうがないし、めっちゃかわいそうやんって。そう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 、ただでも、まあ、そういう理由かどうかが分からへんから、そうか分からへんけどな、分からへんなただな、俺そこはな、なんやろ、満面の笑みでシェイクハンズできへんのは、可愛い子の方が俺魅力的やけどな、それ可愛いからかな。で、あの男もべしゃり面白いやつは結構男前やったりするし。ああ、そうよく言うれるよな、みやんな。いや、俺は顔が綺麗な人の方が好きやから、あのそのさっきの顔可愛いやつおもんない理論を初めて聞いて、あーって思ったわけなんだから。いや、俺もそうやで。だって、ブッサイクの方がおもんないやろ。いやいや、ブッサイクでもおもろい人いっぱいおるよ。おもろいって、だからその、マチャミ的な面白さじゃなくてやろ。あ、じゃブッサイクのやつは魅力、人間的な魅力と女性的な魅力があるやんか。いや、そう。でも、その、人間的な魅力を、ただ、これもまあよく言う話やけど、その人間的な魅力を知るところまでいかれへんのよ、ブッサイクは。だってブッサイクやから、くっさいから。分泌液が大丈夫かそれええけど別におもろいから。いや、その人間的な魅力も可愛い子いっぱい持ってね、握りのデジルとかとで、だしだしやな、ニキビのだしそう、やっぱ人間的な魅力はブサイクの方が持ってんの。俺でもなんかあのそういうなんか逆に、あ、いや、人間ブサイクやから人間的な魅力を持ってるわけじゃないねんけど、うん、だから多分間ぐらいの人がいっちゃいいと思うねん。そこそこ可愛いとか、あの普通の中みたいなぐらいがよくて、あのめっちゃ可愛いとめっちゃブサイクな人とかは逆に卑屈になったりするから、うん、ね、あのでも普通に別になんかそこそこ、まあでもそれが普通一番多いでしょ、そこが、そこの層が当然だから。そうそう、だからここの人たちが一番いい育ち方をしてるねってなってたしじゃあ違う結論付けて、じゃあ、ま、バシッと、つまりは、つまり何の話、これは。めっちゃ綺麗な人はかわいそう、かわいそう、あ、っていうのが主題や。そう、なるほどね。そうか、でもめっちゃ綺麗な人はその綺麗さを生かしてめっちゃ男前と付き合ったりすることの方が多いんじゃないん。かわいそうも何も、金持ちと結婚したりしてる人の方が多いでしょ。だから別に それで乗れた人は、うん、まあいいやん別に、うんうんうん、でもそれで乗れんかった人がかわいそうっていうこと。でも それをやっぱしかわいそうと言ってしまう、言ってしまっていいよ、それちょっと甘くない。マジで。だってそれで何にしても、じゃあその人が自分の努力を怠ってないのかっていうのもあるし、うん、そんだけお前可愛くて、いや、だから健太のその、なんや、他のアピールポイントを発信せえへんからこそ深まらなかったっていうところの真偽がわからんから、ちょっと何とも言われへん。ああ、そうか、そう、まあ、その説は一個確かに、ああ、そういうのもあるかなと思うけどね。そう、なんかね、あの、美人の生きづらさみたいなことをこう、うん、が、なんか、俺はすごい、俺はよう分からんけど、うん、こう周りを見てるとなんかピンときたから、うん、なんかこう美人の生きづらさか。いやでもそう聞いてもやっぱし美人は生きやすいと思うけどな。多分俺らが自意識がなかったらもっと幸せやなって思ったりする感覚ってあるやん、あるよ。とちょっと違うけど、うん、なんか同じようなブサイクやったらもうちょっと生きやすかったのになっていう、うんとね、まあ、なんかそういうなんかその顔への評価がすごい高まるやん、やっぱり。何でも顔への評価に行くやん、まず。まあな、だから人間性じゃない、その
このお面みたいなところのご評価をいっぱい受けすぎちゃって、ちょっとね、なんかあの確かにあのどんだけ仕事で本当にその人が仕事の実力で認められても周りはあいつ顔可愛いから仕事、あのね、ドラマを見るやんか俺特にあのまとめてロングバケーションの話もしたやんか、その後また一個がっつり見たのがね、働きマン、おーおーおー、あの安野もよこマンゴーマンゴーレッツマンゴーお前何やレッツマンゴーそっちの方が分からへんわそうそうそう漫画原作のやつやんな、そうそうを菅野美穂が描いて、あの主演でそのドラマもすごい面白くて、もともと原作俺好きやったんよ、週刊時代っていう出版社、週刊誌 の、 あの編集部の松方弘子、元巨乳28歳、元巨乳やね、なんかそういう肩書きやね、なんかよく分からんけど、それ見てみて今度また働きも面白いから、めっちゃ俺号泣してるからそれ何回も、釈由美子がめっちゃなんかなんか野球選手のこれあの上地君がやってたんやけど、野球選手取材嫌いのものすごいそのメディア嫌い、取材嫌いやけど、その釈由美子は番記者となって、そいつの取材だけは受けるみたいな、でブリブリなんよその釈由美子は、そのキャラクター上菅野美穂は男勝りなんよ働き番っていうぐらいやから、女性を捨ててまでほんまに働くんやけど、でも釈由美子は女性であることを利用して仕事を取ってる風キャラなんやけど、実はめっちゃ努力してたっていう、その上地君演じるなんとかっていう野球選手のことをめちゃめちゃちゃんと調べてたりっていうのが分かって、菅野美穂とがっちりこうシェイクハンズみたいななんか話しやったんやけど、そういうことやろ、どういうこと菅野美穂かわいいっていうことやろ、まあ菅野美穂かわいいよな、コンシャスラジー。